スポーツ振興に貢献したとしてフィギュアスケート女子の坂本花織選手に今日兵庫県スポーツ賞特別賞が贈られました。この賞は兵庫県が優秀な成績を上げた県ゆかりの人たちを表彰するもので、今年度は文化や科学、スポーツ、社会貢献の4つの分野で合わせて19人と1つの団体が選ばれました。おめでとうございます。このうち神戸市出身でフィギュアスケート女子の坂本花織選手は世界選手権大会女子シングルスで金メダルを獲得したとして兵庫県スポーツ賞特別賞が贈られました。また俳優でダンサーの森山未来さんには地元の神戸を拠点に芸術活動を積極的に行うなど芸術分野で優れた業績を上げ将来の活躍が期待されるとして兵庫県芸術奨励賞が贈られました。斉藤知事は受賞された皆さんが各分野で輝かしい功績を残されてきたことは大変心強く県民の誇りと述べ、受賞者にそれぞれ表彰状と記念品を贈呈しました。